逆サイドをついてきました。さあ平尾にボールが入る。この平尾がチャンスを演出します。平尾、さらには高江が近く、その高江、レオ、高江がクロス上げた、小堀のヘディングシュート、決まった。先制点はガンバ大阪。手元の時計で前半の12分、ヘディングシュート2試合連続ゴールとなりました。小堀博文、フルス相手に先制点を挙げました。高いこの打点でのヘディング、ネットを揺らしました。ガンバ大阪 U23、 高江のクロス、ヘディングシュート、小堀博文、プロ初ゴールからこれが2試合連続ゴール。